鹿之助、今日も鍛錬に付き合ってくれよ。あ、でも昨日戦から帰ってきたばっかだったよな。いや、大丈夫だ。動かないと体がなまるからな。やるぞ、美月。ありがとう。でもさ、本当に無理してないか？頼んどいてなんだけど、これ心配だよ。鹿之助って嫌だとか疲れたとか全然言わないから、俺知らず知らずのうちに負担かけてないかって。こーら、そんなこと気にすんな。さっきも言ったろ、俺は大丈夫だって。そりゃ俺だってしんどい時はあるよ。でもさ、休んでる間にも周りはどんどん強くなっていくだろ。怠けてたらあっという間に置いていかれる。だから俺は動き続けるって決めたんだ。だな。俺も親父のためにもっと強くならねえと。よし、やろうぜ鹿之助。あ、強くなろうな美月。なあ利光、恥を忍んで頼みたいことがあるんだ。俺にレンガのコツを教えてくれないか。呼び出されたから何かと思えば、もしや殿が何か。ああ、光秀が歌会に誘ってくれたんだ。だからこっそり練習してたんだけど、うまくいかぬと。確かにレンガは奥深きものよな。瞬発力、洞察力、教養、さまざまな技量が求められるゆえ。承知した。それがしがレンガの何たるかを伝授いたそう。お誘いした殿の顔に泥を塗るわけにはいかぬ。本当か、ありがとうな。ただ数日で主なる技量を身につけねばならぬゆえ、それ相応の覚悟はしてもらおうか。お、お願いします。師匠。こら鹿、先ほどの戦で私を無視して独断で動いたね。やれやれ、君には何を言っても馬の耳に念仏かな。ああ、馬じゃなくて鹿だったっけ。そのヘラズ口縫い付けてやりたいけど、ごめん、勝手に動いて。次からは気をつけるよ。なんだ、分かってるならいいんだよ。そう素直に謝られると調子が狂うな。たく、まあ、あの時は結果的に活路が開けたわけだし、君の無謀もたまには役に立つと認めてあげるよ。だろ。ならさ、次からは俺の意見も少しは。ああ、それは却下だ。鹿の野生の勘に頼るほど私も落ちぶれちゃいないんでね。うっかー、やっぱりその口縫い付けてやろうか坊ちゃん。